はい、じゃあ新しいことをやっていきます。はい、ドライブなんだけど、あの下回転のボールを持ち上げる。まず、普通に下回転出すからドライブしてもらう。どうなるか。分かってるよ、私分かってたみたいな顔したね、今。すごいじゃん。で、上回転のドライブはボールのどこを取ってました？うん、そう、自信持ってる。上側だね。上側だね。で、下回転のボールは、まあ、バックスピンかってるので当たったら、まあ下飛んじゃうんですよ、基本的には。なので、それを持ち上げるためにはどうするかというと、まず最初覚えたいのがループドライブってさ、ループドライブ、ループドライブっていうのは、まあ、高い弧線を描いてドライブを打とう。ボールをね、ポン。回転だけ、回転重視でかけると、速い、分かりやすく言うと、ドライブって回転かけるから、速いボールを打ちたければ打ちたいほど、まあ、上を取っていくんですよ。こうね。で、回転だけで飛ばそうと思うと、だんだん捉える位置がこうなっていく。だから後ろになってくるんですよ。こう振るのか、こうやって振った方が速いボール行きそうじゃない？はい。でも、真後ろを通るとなると、振りがこうなるんですよ。そうすると、ボールは、速いボールというよりは、こういうボールになる。やまないな。はい。これ、これ、まあ、ループドライブの、まあ、最初なんですけど、こういうのね。こうやってかけたら、下回転曲がるようになります、最初は。はい。なので、そうだね。最初手だけでいいや。足とか使うと多分全部一緒にやると難しいので、手だけでいいから、少しだけ膝曲げてもらって、ボールが来たらその下に構えてもらって、そう、ね、このままグッて下に下げてもらって、来たらボールの後ろをこのままこうやって、はい、やってみるよ。おい、なんか一緒、なんか今余計なんか見てたな。あ、はい、できたな。このままね、スッってあげて、で、ちょっと屈伸運動を使ってちょっとだけ一緒にあげる。いいよいいよ。で、自分とこにバウンドしてからハッって引くと、もう間に合わない。僕のラケットからボールが離れたら、すぐ下にあげる。で、まっ、低い。あ、そう、そう、今ね、今上げるタイミングは下がっていたところ。そう、そういう感じで、今スイングがこうなってふって感じになってるから、後ろを角度を変えて、僕の方に、向こう側にラケット向けて、そのまま一緒にスッと。そう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 。そう。そう。準備をする。そう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 。お願いです。今度はちゃんとフォームやるから、はい、もうちょっと試合
で構えてもらって、ここから下半身と上半身を使ってラケットを下に下げていくんですけど、構えでしょ。したらまずこう上半身だけちょっとひねりましょうか。はい、そのまま膝をこう曲げていきましょう。そうすると、おそう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 、右の太ももの裏ぐらいにラケットが来るんです。その時に肘伸ばさないように。そうそう、ここまで行く。ここまで行って、ここからこうやって振っていく。当てるのはここら辺。ここら辺でボールの後ろ取ってあげて。覚えた？で、ボールの軌道のイメージはここら辺にネットがあると思って、高いネットがある、それを越えていくようなイメージ。ボールがヒューンって、これほらシャーンってするな。ってことはこうなってるからイメージがこっからこういうありがとうございます。いや、はい、あー惜しいな、もっと上なんだよね。そう、そう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 、全然ミスしていいからね。真上に振るイメージ。ちょっと今分かったな、信じる心が、あら、入らねえだろうなって思う信じれない心と、言われた通りにやってみようって信じる心で信じて、そうそう惜しい、あ、危ない危ない。本当なんかね、このスポンジあるじゃん、スポンジまでボールが届いちゃうと前飛んじゃうから、この外側のこのゴムとでする感じ。あ、ごめんごめん、またスポンジがね、頑張ってる。あー、でもうまいんだけどね、ちゃんと入ってんだよ。そう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 、よしよしよし、待って待って待って、よし、あ、今の音いいね、チッていう音。そう、すごいね。よしよしよし、うまい、うまし、そう、ボールの真後ろを上に、そう、そうそうそう、準備早くね、そう、OK、それが下回転に対する、まずそのまずドライブで返すときに一番確率というか最初に覚えるループドライブ、わかりましたか？はい、いや、分かってない、それ分かってない、絶対分かった、ちょっと分かった、ちょっと分かった、まあ理解しないっていうのは考えついてかなかったね、はい、まあそれは僕がまた練習しながら覚えていきましょう。はい、はい、OK。